どうも、ウェルカムプランツです。本題に行く前に皆さんにお願いがありまして、この動画を見てくださってる方には全く関係ない話だと思うんですけど、先日のね日曜日にウェルカムの閉店作業してる時に気づいたんですけど、これ分かります？大事なローレンさんにいただいたサルミアナフェロックス、なんと化粧砂に使ってる瓦チップをぶちまかれてました。慌ててすぐ取って、他にも何か異変があるんじゃないかと思って、同じ場所に地植えしたちっちゃいコロラータがあったんですけど、もうこんな感じで盗まれたってマジで思ったんですけど、下から出てきました。おそらくお客さんのお子さん、分かりやすく言うと好きだと思うんですけど、ただ悪いのはお子さんじゃないんですよね。親御さんと一緒に来てるはずなんで、親御さんがやっぱり注意していただかないと。こんなねトゲがありますし、植物にも土にも薬品撒いちゃってるんで、多分瓦チップかけた子今頃爪もう剥がれちゃってると思うんですけど、そんなことをねこのチャンネルで言ったところでそういう方には伝わらないのが悲しいんですけど、こんなことがありましたよと。怒ってないですよ。というわけでここからが本題です。アガベに本格的にハマってから半年経過したんですけど、その間に40種類ぐらい買っちゃったんですよ。いくつか育ててみると成長が早いものと遅いものがあるんです。今回の動画はアガベの成長の早い品種と遅い品種の紹介です。めちゃくちゃ保険かけておきますと、完全な個人的な主観です。全部鉢で育ててるやつのみ今回発表なんですけど、その品種というよりも当然小さければ小さいほど、成長速度遅い、いろいろ成長期とかもあるとは思いつつ、最終的には完全に個体差が大きいです。成長の様子に関しては嘘偽りがないので、成長の早いアガベ欲しい人、遅いアガベ欲しい人がいるんだったら参考にしていただければなと思います。台本まで書いてね、完全に保険かけてます。ちなみにね、今年買ったアガベは3ヶ月程度なんで分かってないものが多いので、この枠には入れず、去年の夏の終わりから12月末までに買ったもので発表します。で、肝心の早い方と遅い方、どっちから行くかで最後まで悩んでるんですけど、あえて成長の遅い方から発表します。僕が買ったアガベの中で一番成長が遅いのは、これねもう県外の話になるんですけど、雷神です。買ってから 4,5 ヶ月経つのに葉が1枚も展開してない。で、これは水耕発根しても根っこ生えなかったりで、今ちょっとリセットしてます。なんでこの雷神は完全な個体差だと思うんで、今回は省きます。で、雷神以外で一番おっせえなと思ったのはこれです。とですね、ジェントリーのラ・エスコンディーダだったかな、これが本当に遅いです。12月の頭ぐらいに来た記憶があるんですけど、そこから葉がやっと1枚増えただけ、これ遅いです。で、その次に遅いなと思ったのはこれですね、アスペリーマザルセンシスだったかな、これも12月の頭、いや11月の終わりだったかなに買ったんですけど、やっと1枚展開しただけ。見た目かっこいいんですけどね、こいつ本当に遅いです。3番目に遅いなと思ってるのがこれですね、スカブラの錦。これもいつだろうな、12月に買ったけど、すぐに1枚展開したけど、そっからね動いてはいるんだけどマジで遅い。錦じゃない方も持ってるんですけど、こっちもはっきり言って早くはないです。錦よりも1ヶ月ぐらい先に買ったけど、2枚葉が増えたぐらいかな。
スカブラ自体はどうやら成長速度はまったりな気がします。スカブラの次に遅いなと思うのがこれです。コロラータですね。もともと少し小さめではあるものの、いつだったかな、11月か10月に買ったけど2枚やっと開いて、また成長点のが個体差なのかな、コロラータ遅いです。でその次に遅いなと思ってるのがこれですね。屈原の万葉樹です。パルメリー系の派生のはずですよね。なんかもっと早いのかなと思いつつ全然遅くて、小株がついてたんで抽出したんですよ、小株を。小株取った方が親株も成長早くなるって聞いたんですけど、これがね、まあ、摘出した小株、で親株なんですけど、もうそんなに変わってない。小株にそのうち追いつかれる気がします。もともとちょっと状態が悪くて新しい葉があんま出てこない。おーい大丈夫か。で最後、これ最後です。最後にね、成長遅いなと思ったのがこれですね。ガルシアメンドーサ、名前かっこいいよね。だいぶ初期に購入したアガベで、まあ小さいからだと思うんですけど、葉もね実のところ増えてはいるんだろうけど、もともと小さいのもあってあんまり半年ぐらい経つはずなんですけどね、そんなに大きさ変わんない。ここまでが成長が遅いと思った新種、まあ、6個かな発表しました。雷神はちょっと圏外で、でいよいよ成長が早いなと思った品種です。アメリカーナは僕の中ではキングオブアガベで、やっぱり成長も早いしってことで、アメリカーナは除外します。アメリカーナを除外した中で成長が一番早いなと思ったのがこれです。ポタトラムのベルシャフェルティです。これ12月の頭に買ったけども、とにかく葉っぱがねぴょんぴょん出てくる。ポタトラム系だから早いのかな。でもさっきのね雷神の話もあるし、こいつは本当に早いです。一番早いし、もう鉢増しした方がいいんじゃないかぐらい出っ張ってきてます。成長が早いと思った2番目のアガベはこれです。かっこいいね。これはねテマカプリネンシスって言います。信頼のあるね農家さんのやつなんですけど、なんか一般的なテマカプリネンシスよりも葉の幅が細くて、プロトアメリカーナみたいな、この上にね向かってツンツンツン、もう最高じゃないですか。こいつ成長早いなと思います。で3番目に成長早いなと思ったのはこれです。ソブリアです。これね上から見た方がいいのかな、葉幅がすごい広い。でこのトゲもねいかちい。葉幅が広いっていうのもあってか、まあ1枚2枚出るだけですんごいでかくなったように感じるし、実際成長速度速いと思います。このソブリアは中でも僕好みですね。いろいろある中でも本当に好み、かっこいい。で4番目かな、成長早いなと思ったのはこれです。シースターですね。まあオバーティーサナとも呼ばれてる、オバーティーフォリアとアラサナの錦のハイブリッド。これ12月末に来て何枚か葉がダメになったけど何枚か成長してて、で今悲しいことにこの成長点、おそらくスリップスっていうんですかね、アザミウマにやられて、ほら葉の形もかっこ悪い。いやーこの株がダメになるわけではないんですけどね、アザミウマにやられるの2つ目、悲しい。でも成長は早い気がします。やっぱオバティフォリアの血が入ってるからですかね。5番目に成長が早いなと思ったのはこのねクプレアータってやつ。これもさっきのソブリアと一緒で葉の幅が広いんですよ。年末一番最後に来たやつかな、葉幅が広いっていうのもあって3枚ぐらいしか展開してないんですけど、ものすごく大きくなったように感じる。
クプレアータは個人的に速いと感じました。で最後6番目かな、速いなと感じたのがこれです、シュリベイマグナ。名前もかっこいいし、葉っぱの形がまた独特、まあ、見ての通りめちゃくちゃ小さいやつで、もうね、品種が違うんでしょうがないんですけど、さっき挙げたアスペリーマでこっちのシュリベイマグナ、もう歯幅が全然違うからしょうがないっちゃしょうがないんですけど、同じ店で同じ時期に同じ金額で買ってやっぱ展開が早い、 2,3 枚動いてるし、こっちやっと1枚だしで、まあそう考えるとシュリベイマグナは早いって言ってもいいんじゃないかな。アウチ、オウ、痛いってな感じで、僕の個人的主観で成長が早いなと思ったやつと遅いなと思った品種でした。そんなことねえよって思う人もいると思います。でもしょうがないじゃないか、僕はこうやったらこうなったぞって話なんで、あ、何成長早いのって言って買って遅いって文句言われても知らねえ、まあ、あくまで草好きなやつがなんか言ってるなと思って見ていただければと思います。 YouTube ってコメントしづらいと思うんですけど、私が育ててるこれも早いよとか、私はこれを育てたけど遅かったですみたいなコメントもぜひね書いていただけると嬉しいんですよ。ぜひねコメントや高評価、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。以上ウェルカムプランツでした。